はい、秋高です。いつもね、こちらのチャンネルの方をご視聴いただきありがとうございます。最近ですね、ルミックス界隈ではですね、ログ撮影っていうね、キーワードについて、よく皆さんがね、語られているんじゃないかなというふうに思うんですが、皆さんですね、ログ撮影の方、使われてますでしょうか？なかなかですね、その初心者の方、まだね、動画を撮り始めてばかりの方はですね、なかなかそのログ撮影っていうのがですね、少しハードル高めだなっていうふうに感じる方多いみたいで、なかなかログ撮影の方をね、使われてない方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですが、今日はですね、私、秋あかねの視点から見たログ撮影っていうね、少しお話の方をさせていただこうかなっていうふうに思います。実はですね、そのログ撮影っていうのは、まあ上級者とかですね、もちろんその映像に長けた人がですね、使われること多いのは多いんですが、実はですね、まあ私から見ると、ログ撮影は初心者にもすごくね、有益な撮影方法なんじゃないかなっていうふうに思っています。そこをね、今日は少し皆さんにお話ししてですね、もっとね、たくさんの方にログ撮影をね、使っていただけたらいいなっていうふうに思って、今日の動画ね、お送りしていこうかなっていうふうに思います。では、行ってみましょう。はい、じゃあですね、まず最初にですね、このログ撮影が一体何なのかっていうとこからね、少し簡単に説明していこうかなというふうに思います。まずですね、そのログ撮影っていうのを説明文を読みますと、中間長をね、減らして、黒つぶれや白飛びといった領域に階調を増やすことで、多くの情報を残すっていうふうにね、書かれています。これをね、簡単に説明するとですね、まあ通常ね、皆さん撮影されている中で、誤ってですね、その白飛びさせてしまった、もしくは黒つぶれさせてしまったっていう場合、あるんじゃないかなというふうに思います。まあもちろんね、これは写真でもありますし、この動画、映像でもね、よくよくある話なんですけど、そこからですね、消えてしまった映像を引き上げることができるっていうのが、ログ撮影のメリットなんですね。ある程度ですね、上級者、中級者になってきた方はですね、こういう白飛びをさせたりとか、黒つぶりをさせないようにする、そういうね、技術があって、そういう風に撮れるんですけど、初心者の方ってね、なかなかそういったところにね、気が回らなかったり、もちろんね、突然そうなってしまう場合、まあ、曇り空だったのが急にパッと晴れて、で、急に太陽の光が注ぎ込んできた場合、そういう時とかっていうのはね、あまり対応ができないというふうに思うんですよ。で、そういった時に、このログ撮影であればですね、なんとかこの編集ソフトでね、その白飛びしてしまったところを暗くしたりとか、黒つぶれしてしまったところを明るくしたりすることによって、そこに映ってるはずのね、映像を救い出すことができると。というのはメリットがあるのが、このログ撮影なんですね。で、使い方なんですけど、まあ、これは各自ね、使ってる編集ソフトによって変わってくると思います。まあ、私がね、おすすめしているダヴィンチリゾルブっていうね、ソフト。これはね、無料版のやつもあるんで、まあ、非常に、ね、おすすめしやすいっていうところはあるんですけど、まあ、ダヴィンチであればですね、ログ撮影で撮ったファイル、それにですね、REC709 っていう名前のラット、これはですね、各メーカーごとにね、あります。まあ、ソニーさんならソニーさんの709がありますし、パナさんならパナさんの709があると。今ね、各メーカーの709があるんで、それを選択してあげるだけです。本当言うとね、もっといろいろ設定とかいろいろあるんですけど、初心者のうちはその辺全部すっ飛ばしちゃっても大丈夫だと思います。とりあえず709を当てておけば、通常ね、カメラで撮影した状態と同じ状態になるというような風に思っていただいて結構だと。に思います。なんで、まあ、こうやってね、お話しするとですね、まあ、実は非常に簡単なんじゃないかなっていうふうにね、思っていただけるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、本当に、ね、実は簡単なんです。で、特になんですけど、ルミックス、私が、ね、よくおすすめしているこのルミックスのカメラっていうのは、非常にですね、この色がね、すごくいいんですね。で、709っていうね、ラットを当てるだけで、本当に通常のね、自分でいつも目で見ている色味にね、戻ってくれます。他社さんのメーカーだと、まあ、あんまり大きいことは言えないんですけど、まあ、よくね、売れている、オートフォーカスが強いメーカーさんとかの場合だと、709を当てても、自分が実際に目で見ている色味に戻らないことっていうのは、まあ、よくよくあるんですね。私もね、この上に、そのメーカーさんのカメラつけてるんでね、わかってるんですけど、かなり明るさの方を調整したりとかしないと、全然戻ってくれなくて、なんか、ちょっとね、するんで、まあ、そういったところはね、もし心配だなっていうふうに思われる方は、ぜひね、ルミックス使っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。
で、ここでね、もう一個ポイントなんですけど、まあ、ルミックスを使うポイントとして、このラットっていうやつ。先ほどから言ってるね、その709、レック709っていうね、ラット当てるだけでね、普通の色に戻るっていう風にお話しさせてもらったんですけど、先週のね、動画、コスモスの動画上げさせてもらってるんですけど、あちらはですね、アキラックスこと照山明さんのね、クレールブルーっていうね、ラットの方を当てています。ああいうね、ラットっていうのが、まあ、そのルミックスを愛している方がね、無償で提供してくれたりとか、ルミックス公式から、本当にたくさんのね、ラットっていうのがね、提供されています。それをね、当てるだけで、本当に映画っぽいね、絵になるんですよ。色味が全然ガラッと変わって、で、普通にね、撮っただけだと、それこそホームビデオ、ハンディカムってやつですね、とか、アイコンとか、スマートフォンでね、撮った色味、ああいう色味にしかならないんですけど、それだとね、せっかくミラーレス一眼使ってるね、意味がね、少し薄れちゃうじゃないですか。そこをね、自分が気に入ったラットっていうのを見つけて、そのラットを当ててあげるだけで、それだけでね、色味が全然変わってね、本当にシネマティックな色味になるんですね。なんで初心者の方にこのラットをおすすめする理由っていうのは、色を救済する、絵を救済するっていうだけではなくて、そういうね、ルミックスならルミックスのたくさんあるラットをね、楽しんでいただきたいっていうのが、私アキアカネの意見です。で、ここでですね、先週紹介させてもらったそのクレールブルーのラットの、私のコスモスの動画、そこで違和感がなかったかっていうね、クイズの方を出させてもらったんですが、その回答をね、今ここでさせていただこうかなというふうに思います。正解の部分はね、こちらに出てるね、ここの部分なんですけど、ここでね、スチルの部分をね、3枚、連続で流させてもらいました。で、実はですね、このスチルの部分ですね、これ動画の切り抜きとかではなくてですね、シグマのね、FPL っていうカメラでね、撮影の方をしています。そのカメラにね、入ってるこのパウダーブルーっていう色味があるんですけど、その、パウダーブルーを使って撮影した写真を、照山さんが作ったラット、クレールブルーの中に織り交ぜたというようなところで、まあもともとですね、この照山さんが作ったこのクレールブルーっていうね、ラット、こちらはそのシグマさんのパウダーブルーの色味をルミックスで再現したいっていうところでね、作られたんで、色味としてはね、非常に似てるんですね。一応ですね、そのシグマのパウダーブルーが一応メイン で、それをね、似せて作ったのが、このクレールブルーっていうところで、この色味の違いっていうところにね、皆さんなんかそういう違和感みたいなのを感じられるかなっていうふうに思ってですね、パウダーブルーの方を織り交ぜてみました。ちょっとね、非常に分かりにくい内容だったと思うんですけど、いかがだったでしょうか。本当にね、このクレールブルーっていうのがね、すごく完成度高くてですね、一応4種類あるんですけど、この4種類をね、自分の映像に当てはめてみてですね、一番合うと思う、そのクレールブルーの方をね、使っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、本日の動画の方、いかがだったでしょうか。ログ撮影っていうのね、少しハードル高いなっていうふうに思われがちですが、ちょっとね、使いって慣れてみるとですね、非常に使いやすい、カラーサイズじゃないかなっていうふうに思います。皆さんもですね、なかなかちょっと抵抗あるなっていうふうに思われるかもしれないんですけど、一旦ログで撮ってみてですね、で、それをですね、そのレック709っていうラットを当てるだけでですね、通常の皆さん見ているスタンダードのカラーに戻りますんで、怖がらずにね、使っていただいて、なおかつですね、一応この概要欄の方にね、載せてあるんですけど、まあ、ルミックスさんに限るんですが、そのラット、提供されているラットですね、たくさんあります。こういったものをね、当てて、で、それで楽しんでみるっていうのもね、一つ、面白い、このミラーレス一眼の楽しみ方だというふうに思うんでね、ぜひぜひ、怖がらずにね、このログ撮影っていうのを、試していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そのわけでね、こちらのチャンネルではですね、こういうカメラの話題、オーディオの話題、あとバイクとかですね、キャンプとか、そういったね、私が気になるものに関してね、皆さんに情報をお伝えするチャンネルです。今日のね、動画面白かったよっていう方はですね、高評価ボタンの方をポチッと押していただくのと、またね、こういった動画を見てみたいなっていう思う方はですね、チャンネル登録ボタンの方もね、ポチッと押していただきますと、私の励みになりますんで、ぜひぜひお願いしたいと思います。はい、そのわけで今日の動画はここまでということで、また次回、こちらのチャンネルでお会いいたしましょう。では、さよなら。